この話はね、ちょっとね、あのー、俺も探してた話であって、話っていうか場所であって、いや、まさか見つける奴がいるとは思わなかったのよ。うちの住んでる方に防空壕があるって。ね、それもそういう自然公園とか歴史財庫にあるような愛じゃなくて、野生って言ったらおかしいかな。普通に防空壕があるんですよ、鳥さんって言われて。うーん。 うわー俺その噂は聞いたことあるんだけど、こ結局これ見つからなかったよって言ったら、あるんすよでずっと言ってたの、そのリスナーが。うーん。えよ、それ教えて。どこにあった。見つけたの写真送りますねって言われてね、送れてきた写真があったんだけど、あるんだなと。広いがじゃねえよな。そうじゃな行っ,て行ってきましたって言って。 あほおほほ、なるほどなーって、あー、これはどれ結構山の中なんかだ、山なんですけど多分5分もあるけど入れますよって言うから、へえ、あーね、こっちの方で防空壕でゆうべの記事がブログとかであるんだけど、そこの防空壕じゃないねよ。ね こいつね、あの、こいつとか一応本当申し訳ないけど、まあね、いつも絡んでくれてるからこんな感じだけど、こいつがあの、いつも見つけてる防空壕はあったのよ。まあ、そうだな、奥30メートルぐらい。およそね。で、なおかつ、まあ、石の切り立った岩壁にね、ポンと穴が開いてるっていう情報だけは知ってたの。俺もそこまでぐらいは調べて、場所をある程度把握したんだけど、その場所が10キロ以上に及んでて、無理で。 で、ねえ、4年前ぐらいに来た頃、リスナーに、うーん、あのー、それ見つけたら俺に教えてくんねえって言って、一緒に行かねって言ったの。あるんすかって言って、わかんねえけど、あのー、ねえ、まぁ、あ、言っちゃうけど、あのー、近くのラーメン屋のおばちゃんは知ってたよって。その詳しい、そのおばちゃんの説明だと俺はわかんなかった。だからこの辺にあるんだなってことはわかった。で、その場所をリスナーに全部ね、教えて、Google マック のあ,るでしょあれを教えてこの辺らしいとしか俺は分かってないし私有地であるんであれば踏み込めないからって怒られるからな気をつけろって言ったんだけどまあ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 つい最近見つけてきましたよ本当に見つけたとは思わなかった鳥さん大好きな八丁庫あるじゃないですか八丁庫と勘弁してくれよってもう行きたくねえよって あそこの向こうにポンポン山ってあるよねってそのポンポン山っていうところがまあねあるんだけどそういう場所のな本当にポンポン山って呼ばれてるとこがあるんだけどあそこから向こう熊谷側行くんですよってえおお国確実なんか場所はありますよラーメン屋のおばちゃんに一声かけて帰りラーメン食べるば車止めていいって言ってたんでじゃあおごるから取り行くかっていう話になってまあそこの話としましょう、ね、前置きは長いけどね そこに、そいつが行ったんだよな。まあ、場所を特定して、ラーメン屋の場所に、ここのね、前回行ったらしいんだけど、あのー、ここにちょっと車止めて,て、つっ上のね、あのー、防空壕、跡地を見たいって言ってあだい的なあの暗いからね、なんて言われて行ったんだってね。そこからまあ、登ってってずーっと、街灯がない。街灯っていうのも、その、ラーメン屋、ね、超辛いラーメン屋のさんなんだけど、そこ。それが有名なとこなんだけど。 そこのね、裏手にあるんだよね。ずーっと行って、真、ま、っ暗で何も見えねえなんつって。ヘッドライトしか持ってこらなくて、そいつ。スマホの明かりまで出し始めて。行ったら、その、登ってって、まっすぐ山の上の方に、に続いてるような道があるって言ってた。そこから左に曲がる道。これ二つの道なんだよね。それ左に行くと、僕号があるって言うんだよ。で、防空壕で、まあ、俺にくれる斜面を、まあ、取ってきたんだよね、その時ね。 で、そこの道も、あの、ずーっと行ってったら、あの、ね、ずーっと進んでいくでしょ下に、まあ、ラメア見える。まあ、高さ的にはかなり高い位置なんだけど、真正面から何かがこっちに来るって言うんだよ。お、勘弁してくれその、その類いか。つっ,ったら、じゃちこれ、俺どうしようかと思ったんですけど、いなくなっちゃったんですよ。って。先にそういうことを言い始めて、いなくなっちゃったの。何が来たんつっ,ったら、 真っ白いから細長ーい真っ白い。本当に人の体型じゃないんだって。細長ーい人が来たって言うんだよね。真っ白い人。それを見たんだって俺見たから一回逃げたんですよ。でそれ、どうやってこれ喋取ってきたんこの夜,多分夜だろ、これ真っ黒だからって。その後行ったんすよ。 そこのあのおばちゃんに、そういう、まあこれこれこういうことがあってって、ラーメン食ってるときにね、そこの店さんが結構気さくな方でね、しゃべりかけてきてる、まああまり人がいないんだよ。<laughs> もうずっとあるんだけど、そこのラーメン屋。ねえ、ったら、ああ、お化け出るよ、あそこって。店主が普通にね、言ったのって。お化けが出るんですかうん。 自分が今言ったような感じなんですが、それは分かんないけど、って女の人ら出るって言われたろ、分かりますよって言われて、変なもを見たのかもしれないですねそいつがね、まあ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 、お前、生主やれよっていうレベルの、まあ、心霊スポット収集家っていうか、あれで、トシさん、ここはどこですか教えてくださいってよく来る人で、まあ信用できるやつだから場所は全部教えるんだけど、名前も出してない場所も、それおかしい。あんな体験は今までにないし、 今後も多分あ、あ、るかもわかんない。そう。で、次の時に、まあそこ行ったん。怖かったんだろうね。俺がライト1個くれるよ。つってさ、あの、会社の帰りに寄って、このライトお前持ってきて、リチウム4電池これ、あの、クソみてな、あの、純正じゃないからって、すぐ切れちゃうかもしんないけど、一応持ってきて15分くらい持つからっ行ったんだよな。<laughs> そしたら、あのー、その、白い女の,の人、長細い人みたいなのが出た、見えたって場所。 にまあ、辿り着きどん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 行ってそこから奥で10分ぐらいどん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 進むんだっていいんだよねそうするとその街の街灯だろう何だろう何も届かない場所にぽっかり穴が開いてるってあこれだと中に入るんだよ入ったらそこにお地蔵さんがね4つ並んでるってなんだろうって、まあ、昔のそういう話のあの手にはやってるんかな並んでるんかなって、ね、思ってまあ奥行く ね、そうするとまあやっぱり行き止まりなんだよ一番行き止まりの一番奥のその壁にお札が貼ってあるのってビシビシビシでずーっと貼ってあるって数えられないですって言ってたからここさーって昔にそれ何かあったからそういうああいうなんかねあるんじゃないのってそこで知令スポットって言われてもないもんなってただ防空壕があるっていう程度の話で結構なブログに載ってるもんなって でもそのブログの人たちが結構断念してる場所でもあり、で、あれさ、あそこだろう、そうですね、って。ここ、さあ、あ定点したらめちゃくちゃ面白くないのそたら、カメラがって言うから、俺さ、一つ一台古いカメラで良ければ一個お前くれるぜ、って。ナイトショットのね、カメラをくれたのよ。 これいいんすかってか、もう使わないからって。こっちのね、一眼の方と、ミラスの方とこっちのカメラで撮るから2台、またあと5台以上あるからって。これもう使わない、絶対使わないし、これね、埃かぶすとこもあれだから、もしそういうんであればって。もしね、あの本格的にやるとかそういうんだったら自分で買ってくれって。十分夜一つの小さい百均のライトで明るく映るから大丈夫よって。ナイトショットだからねって。 俺だすってなんて言ってて、今度取リ行くらしいんだけど、その時ねち、一緒に来てくれって言われてて。で、そこで見た女の人っていうのが、なんかどうやらね、予約がめちゃくちゃありげなんだよ。周りの話聞いてると。その当時、あのー、そこで、言っちゃえばよ。女の人が、まあまあまあ、いろいろされてた場所なんだよ。あんま言いたくないけどね、こういう、ね、胸クソ悪いから。 あれだけど、それの手じゃねえのっつったら確かに、調べたら出てきましたねわかんない。でも、でも白い長細いって自分が見たものではもう、あれが多分最初なんですよと怖いっていうか、そういうよくわかる、幻覚かもしれないんですよ疲れてたからって。山登ってて,って信用できないって、自分の中で信用できないって、そいつは言ってて、うん、信用できないも何も見たも見たということにしとけっ,つってで。それ以降何もないんだよ、何もないんですけど。って そこのおばちゃん、ラーメン屋のおばちゃんに聞いたところ、うめき声が本当に夜中、そこのラーメン屋の2階かでその人のちなんだけど、うめき声がずーっと聞こえてるって。それがね、結構頻繁にあるんだって。えあのー、近所で通報が入ったレベルって言ったもんな。確か警察が来たって。あそこは、まあ、必ず一度行きたいと。うちからめちゃくちゃ熊谷だから近いんだけど、 あいつの、ま、あ俺の仕事日程もそうだし、あいつの仕事日程が合うふうに、ちょっと今度行ってきますね。あの、よくわかんない場所。そう。うーん。俺が見つけた場所だから本当にありがたいんだけどね。そう。定点と同中の撮影、行ってきます。